管理人さん、ちょうど今掃除が終わったところです。お詫びの印です。管理人さんが今日来るの忘れちゃって迷惑かけちゃいましたから、今日は本当にごめんなさいです。管理人さんって優しいです。はい、何です？ありますよ、私の分とかすみさんの分と、あと管理人さんにお渡しする分を私がお預かりしてます。早速お渡ししますね。ちょっと待ってくださいね。あれ？ここに入れたはずなんですけど、もしかしたらこっちだったかも。あれ？ちょっと待ってください。あれれ？こっちだったかな。あ、もしかすると、待ってください。今すぐに思い出します。そうですか、申し訳ないです。用って？それは大変です。すぐ探さないと。どの部屋ですか？何でしたら幸恵ご一緒するです。ちびちゃんたちは管理人さんのことを知らないかもしれませんよ。だから一緒に行くです。はいです。それでどこから探しますか？ここは空き部屋で使われていないんです。はいです。鍵が開いたです。じゃ、入ります。初めて会った人だから
他のお兄さんのこと何にもわからなくて、それで怖くなって泣いちゃったんですよね。ほら、うなずいた。このお兄さん、うるみちゃんに悪いことしました？ほら、首を横に振ってる。みんなのお兄さんになる人ですから、悪いことなんかするはずないです。紹介します。このお兄さんは寮の新しい管理人さんです。管理人さん？本当かよ、幸恵。はい、そうですよね、管理人さん。仲良し？はいです、仲良しになるです。幸恵なんかもとってもとっても仲良しになったです。だからみんなも仲良しになるです。まあ、うるみのこといじめてなかったの。お前がどうしてもって言うんなら仕方がない。仲良くしてやるよ。うるみちゃんとみおちゃんは？そんなことが怖いんですか？え？管理人さんがそう言うんでしたら。ちゃんの部屋です。中にいると思いますから呼んでみます。ましろちゃん、幸恵です。研究に夢中なんです。朝からずっとこもってましたから。ましろちゃんは天才なんです。発明家さんなんですよ。ましろちゃんいるんですよね。幸恵です。開けてください。幸恵さん、何かご用ですか？この方は？新しい管理人さんです。そうですか、はじめまして。では、研究の途中ですので、これで。わかりました。では。悪い子じゃないんですよ。管理人さん、これも美味しいですよ。はい、お一つどうぞ。
管理人さんの歓迎会も兼ねてるんですもの。サービスしなきゃ。みんなも管理人さんです。幸恵もサービスするです。幸恵さんたち本当にもう管理人さんと仲良しなんですね。私は人の心を読めませんので、はっきりおっしゃっていただかないと。まあまあ、レイカちゃん、私のをあげるから。は？うるみちゃん、どうしたの？あれ、欲しいの？あの焼き餅が食べたいのね。うん。ミキちゃん、そっちの皿の、それ、小皿に一つ取ってもらえる？梅ヶ枝餅ですか？そう、それ。これ、梅ヶ枝餅って言うんですか？ええ、菅原道真ゆかりの名家なんですよ。紹介してません。他にもそういう人っていると思います。そこでこの際、この場を借りて一人ずつ自己紹介をしてはどうでしょうか？それいいです。賛成です。仲良しになるための第一歩は自己紹介です。はい、それではケツを取ります。管理人さんも多数決に参加してくださいね。管理人さんが入れば13人、どちらかの結果が必ず出ますから。ではマリンちゃんの意見に賛成の人、手を挙げてください。紹介を始めることにします。まずは、1番マリン、いきます。芽生え寮201号室に住んでいる千浦マリンです。年は14歳、中学2年生です。小学校の頃までは海外で暮らしてました。だから日本のこと、習慣とか
時々わからないことあったりします。だからもし間違ったことしてもあんまり怒らないでくださいね。いろいろ教えてもらえたら嬉しいです。あ、けど日本は大好きなんですよ。昔から憧れてました。刺身、天ぷら、すき焼き、寿司、素敵なものいっぱい。食べ物ばかりですが。なんか言った？いえ。まあ、いっか。そういうわけだから管理人さん、今度一緒に美味しいものを食べに行きましょうね。本当ですか？期待してます。以上、チューラマリンでした。はい、では次の人。ちはやさん、どうですか？けど、私、こういうの、全然ダメで。いいから、いいから。あの、せめて最後に。結局やるんなら、2番も最後も同じですよ。はーい、2番手は、ちはやさんです。性格上、自己紹介は困難だと思われます。そうですね。じゃ、ちはやの自己紹介はありますか？けど、みんなのことちゃんと管理人さんに紹介しておいた方がいいです。だから幸恵が代わりに紹介するです。ちはやちゃん、それでいい？はい、すみません。それじゃ、始めます。彼女が芽生え寮の202号室に住んでいる星波ちはやちゃんです。17歳の高校2年生です。ちょっと恥ずかしがり屋さんですけど、とってもいい子ですから、管理人さん、仲良くしてほしいです。ちはやちゃんもね。ちはやちゃんも管理人さんと仲良くなれるよう頑張るですね。あ、はい、あの、よろしくお願いします。次は私よ。はい、では次はレイカちゃんね。私はランザキレイカ、芽生え寮の302号室に住んでるわ。学年は高校2年、17歳よ。この私と一つ屋根の下に暮らせるなんて、あなた男として幸運極まりないんだから、それに見合った働きをしなくちゃダメよ。私のためにしっかり働きなさいって言ってるのよ。いいこと？前のおばさんみたいに3日で逃げ出したりしたら承知しないから。
ったく、あのおばさんときたらちょっとこき使っただけに。はい、実はそうみたいなんです。そこ、何こそこそ話してるの？いいこと？この私に24時間すべてを捧げるくらいの気持ちでいなさい。わかった。あの、ご苦労なさるとは思いますけど。頑張ってくださいね。次はウサミョンが自己紹介するでし。芽生え寮の301号室に住んでるウサミンユンでし。中学1年生でし。13歳でし。ウサミョンと管理人さんはもう仲良しでし。だからウサミョンのお友達とも管理人さんは仲良しになるでし。ぬいぐるみさんたちでし。ウサミョンのお部屋にみんないるでし。たくさんいるでし。今度ちゃんと全員紹介するでし。それじゃあ次、私が行くね。私は芽生え寮102号室の野々花沙織です。高校3年の18歳です。好きなものはアウトドアスポーツ。学校のクラブ活動は陸上部に所属しています。昼間は本当にごめんなさい。本当に何ともなかったですか？そっか、よかった。あ、そうだ、今度一緒に走りませんか？この辺は緑が多いから走っててすごく気持ちいいんですよ。さてと、芽生え寮でまだなのはあとはミキちゃんだけね。はい、それじゃあ、私は綾瀬美希です。芽生え寮の101号室に住んでいます。年齢は15歳、中学3年生です。お花が好きです。それからお菓子を作るのが好きです。この子、私の妹なんです。綾瀬美穂です。つぼみ寮の101号室に住んでます。小学校4年生で10歳です。今日はごめんなさい。あら？何かあったんですか？あのね、私今日初めて管理人さんと会った時怖がって逃げちゃったの。そう、実はね、お姉ちゃんもなんだ。え？逃げはしなかったけど、お姉ちゃんも
管理人さんを怖がっちゃったの。今でも怖い？うん、うん、じゃあ私も怖がらない。管理人さんと仲良くなる。管理人さん、ミオと仲良しになってね。よーし、じゃあ次は俺の番だぜ。俺は藤原一樹。俺の部屋はつぼみ寮の102号室だ。ミオと同じ小学4年で10歳だぜ。遊び回ることだな。あと、美味しいご飯を食べることも大好きだぜ。あ、けどピーマンだけは苦手だな。しかしお前、最初は悪者かと思ったけど、なかなか見込みのありそうなやつみたいだな。何か言ったか？では順番から言って、次は私ですね。私はつぼみ寮201号室の立花真城、12歳、小学校6年生です。管理人さんのお世話になることはまずないと思いますが、よろしくお願いします。では次はうるみさんの番ですね。え？ほらうるみ、頑張れ。がうまくできないってくらいで泣くなよ。しょうがねえな。よし、俺が代わりに紹介してやる。こいつはつぼみ寮202号室の森下うるみだ。小学校3年で9歳、寮の中で一番ちっちゃいやつなんだ。ちょっと泣き虫すぎて困るんだけど、ひとつよろしく頼むぜ。な、だろ。これで寮生たちの紹介はみんな終わりね。それじゃあ私たちの番ですね。かすみさん、お先にどうぞです。はい、では私から。私は進藤かすみ、この寮の職員で看護婦です。部屋はつぼみ寮の301号室ですけど、ほとんどの時間医務室にいます。寮生の健康のケアが私の仕事です。誠心誠意お手当てしますから。それじゃあ幸恵さんどうぞ。はいです、遠山幸恵です。つぼみ寮の302号室に住んでいて、この寮の職員でハウスメイドです。お料理を作ったり、お掃除をしたりして、寮生たちのお世話をするのが幸恵のお仕事。
願いします。はいです。一緒に頑張れば全部大丈夫です。はい、これで全員の自己紹介終了です。寮の備品にはありません。ジャパニーズカラオケやってみたい。曲などなくても、私の美声ならアカペラで十分よ。